百十郎桜とは、岐阜県各ヶ原市を流れる新境川の両岸に設けられた桜並木である。1963年に、同志発足を記念して、植樹された。その後1983年に、同志出身で1931年と1932年に、新境川沿いに、吉野桜、を寄付した歌舞伎役者、市川百十郎の名を取って、 百十郎桜と名付けられた。1990年に日本桜名所百選に、2003年3月には、日田・美の桜33選にも選ばれている。現在1000本以上の桜が植えられており、花見の時期には毎年約20万人が訪れる。新桜川二作百十郎桜市川百十郎は1931年、一時、故郷である。 岐阜県稲葉郡大島村に戻り、村歌舞伎の村国座で講演を行っている。この時同じ年に完成した、境川放水路の工事で多くの人が亡くなったことを聞き、その供養にと1931年に1000本、1932年に200本の吉野桜を寄付した。この吉野桜は新境川の堤防に植樹され、後に桜の名所として、 地元の人々に親しまれるようになった。しかし、太平洋戦争による物資不足のため、焚き木休みにする目的で、桜の木は次々と伐採されてしまう。さらに終戦後も、物資不足は続き、伐採が止まらなかったため、最終的に残ったのは、境川分岐点北端の山崎橋から、南300メートルほどの数十本程度であった。 そこで、既存の桜の南端から中町まで、戦後早々に新しく、苗木が植えられた。しかし、これらの若い木は1960年代頃までは、花をつけなかった。各務原市は2008年度からこの桜並木を、さらに延長させ、市内一円を大きな桜の輪で囲む、総延長 31km を誇る桜の回廊を2012年度に完成させた。 当時植えられたのはソメイヨシノである。ありがとうございます。